長い長い。歯落としてないよ。うん。だ。はい、皆さん、こんにちは、せんちゃんです。皆さん、今日は皆さんゆっくりありますか？今日はね、今日は3月。22日水曜日、今日は学校も子供のも休み、私は休みじゃないです。今日からさすまいも苗初めての切るですね。今年は少し1週間遅いですね。ちょっと寒いですね。皆さん寒いですか？あ、皆さんのところ、私のところはすっごい風です。台風みたいですね。今日は本当冷たい風、寒いです。私のハウスの中です。あ、ちょっと音もするです。風。今日はさすまいも苗の切りますで、ね。今日はね、私と旦那さんの2人、旦那さんはぼちぼちさすまいもの蹴り入れたり動画撮ってくれた。今日は皆さん見て、さすまいもはとっても綺麗、まあ綺麗ですね。まっすぐで切りやすいですね。皆さん、私切るはね、できとれよ。まあちょっとね、二つの残ったらいいですね。これは切った後ですね。自分で欲しいの、丈夫の欲しいの切って、もうちょっと私のみんないろいろはやり方違うじゃ、私はね、できと、自分で、ウェールの長さは、20センチかな。まあ、そうですね。ちょっと、
硬いの、丈夫の樹脂ですね。ちょっと小さいら置いとって、またあと1週間は切ります。今日は私いっぱい切ります。また明日も切ります。皆さん、私はね、皆さんはところはどうですか？風、カノヤ、私カノヤすっごい寒いです。風は大変かったよ。ハウスのビニールも引っ張ったよ。一つハウス。けどさすまいもはあんまね、さすなえないかったから大丈夫。大丈夫やないか、そうもないですね。カノヤは天気予報は明日、明後日まだ寒いですね。今日は私、今日切って、明日切って、土曜日に植えますですね。はい。皆さん、昨日は、鹿屋は雨ですね。昨日は私はね、自分で野菜の草取りだり、ハウスは今はね、ピカピカになったよ。草はないやった。昨日私一日の一生懸命草取りと洋装祭、枕のところはね、草のところ私一生懸命、洋装祭して、自分で養老で振ってますよ。養老だけ。私草、野菜の大事するから、絶対書かないように頑張りますね。毎日忙しい。楽しい。頑張ってますよ。皆さん、私のこの前の植えたトウモロコシも、パオパオも乾杯したよ。雨で、今日は すごい風で大丈夫かなって、とっても心配かったよ。けど大丈夫です。ハウスだけ、最高に、ちょっとハウスの皆さんに見せたい。ハウスビニール飛んじゃった今日は。まあ、大丈夫です。今私はね、いろんな野菜のハウスの中、種まきもいっぱい、昨日スイカ種まき植えて種まき終わりました。今度4月に植えます。見て皆さん、これは長い豆ですよ。ささげ豆。今度4月に植えます。苗も作ってる。いっぱいいろいろ苗、空心菜だり、いろんな野菜。私、一人で野菜もいっぱい作ります。私は毎日、楽しい、嬉しい、忙しい。本当に頑張りますよ。これ私の一人でハウスいろんな野菜も草も全部取り終わって自分で苗自分で種苗作って今度4月からいっぱい植える。ちょっとカメラは動くから皆さん頭めまいしないようにね。ごめんね、今度ゆっくりします。昨日は最高にからね、ちょっと携帯の皆さんに見せたかったけど、夜は暇動画カットはできなかった。今私も本当忙しい。さつまいもの旦那さんの手伝いして、自分で野菜も送りネット箱入れますですね。今日も休みけど自分でも2つ3つ箱できましたよ。今日3つ。明日はねどうしようかな。明日もさつまいもも切るけど、やっぱり2つ箱はするかな。毎日もうみんな友達もお客さんも待ってます。私も嬉しいし、みんな待ってる。どうしようかなと思うしよ。まあ毎日ほんと毎日楽しい。私は楽しみ。毎日何しようか、何できるか、本当楽しみで。皆さん、楽しみ。私と一緒に楽しみ。見て待ってね。また私、いろんな皆さんに見せたいです。今日はお仕事、お疲れ様。今日はみんな休みですね。今日は。お疲れ様です。また、せんちゃんのよろしくお願いします。
ありがとうございます。バイバイ。